旭川港のは、北海道上川郡旭川町出身で、1930年代から1940年代にかけて活躍した大相撲力士である。本名は、宮坂幸吉。1905年8月18日、富山県下仁川郡で生まれる。2歳の時に、家族で、北海道上川郡旭川町へ移住し、1921年の、 夏に、友綱の一行が巡業で、北海道へ来る際に、先乗りとして一足先に、北海道へやってきた同郷の立浪親方に、見出され、立浪部屋へ入門した。1922年1月場所で、初土俵を踏み、1927年5月場所で、新十両昇進を果たすが、ここから幕下との往復が5年以上を繰り返される、こととなる。 1932年1月場所は、自己最高位である西重量筆頭で迎える、はずだったが、同年1月6日に、春十円事件が勃発した。天竜三郎、大野里一万助などの幕内上位で活躍する、力士が首謀者となって、多くの力士が、日本相撲協会を脱退したが、師匠の立波が、お前ら10枚目のくせに、核診断や、 新行団に加わるとは、とんでもないと、部屋の関取集に対して、目を光らせていたため、教会に残ることにした。東京に残った朝日川は、編成がやり直された同年2月場所の、改正番付で、東前頭3枚目まで一気に昇進し、幸運な入幕を果たした。ちょうど1年前は幕下へ陥落していた時期だった、ことから、 周囲から幕内で苦労するかと思われたが、色白の小兵ながら手取り型で、右四つからの投げや肩透かし叩き込み、さらに足癖や三所攻めなど、変幻自在の多彩な取り口を繰り出すだけでなく、不得意である左四つに組まれた場合は、右腕で相手の首を巻き、腰を落として踏ん張りながら防御する取り口を見せて、上位を苦しめ、10年間にわたって幕内に定着した。 特に、右上手の半身から、一瞬の隙をついて放たれる、独特の出し投げは強烈で人気があった。部屋の弟弟子で、立浪三馬ガラスと称された、双葉山貞地、羽黒さん、聖寺、名寄岩静雄には、三宝役としても働いた。死弟子時代の双葉山に対してはよく胸を出し、周囲からは、 双葉山関を強くしたのは、朝日川関あんたですよ、と評されていた。1937年5月場所では一場所だけながら、関分け昇進するなど、幕内上位で通用する力量を身につけ、1938年、1月場所千秋楽では、男女の川登り3を破って、金星を獲得しているが、立義な性格ゆえに、双葉山が立浪と不仲になったことで、 双葉山相盲道場を設立した際は、双葉山と立浪の板挟みとなったことに責任を取ろうと滑腹自殺を図るまでに発展してしまったが、幸いにも発見が早かったために、未遂で終わった。1942年5月場所を最後に現役を引退し、年寄り、15代玉垣を襲名後は、立浪部屋付きの親方として、後進の指導に当たったほか、 日本相撲協会の理事、幹事を歴任し、定年まで2年以上を残して1968年、1月場所を最後に廃業した。1978年1月31日、糖尿病と腎臓疾患のため、東京都町田市内の病院で逝去。去年72、長久院、海妙、朝日本院、幸い消玉をこじ。 ありがとうございます。